近々ルカルダはファルーネに対し奇襲を仕掛ける。その戦いにベールゼも加わってほしいとのことだ。奇襲？お待ちなさい。人質の持っているアメリア様だ。この辺りからか、あの人間の魂を強く感じる。これは…Yeah!
ってきたのか。もしかして俺を神の戦士にしようというのか。それが分かっているならば、なぜ拒んだのだ。俺はアメリア様を守りきれなかった。騎士という立場に縛られ、誓い一つ果たせなかった。神の戦士となる資格などない。その悔いはお前自身の強さだ。私は世界を救済するため強靭な魂を求めている。世界の救済？この世界は滅びに瀕している。深海、地上界、お前の国の痕跡、お前の記憶も何もなかったことになる。死んでなお守れというのか。ああ、死の先を行く者よ。まだ戦う意志があるならばこの手を取るがいい。隠れていないで出てきたらどうだ。お前はエインフェリアを獲得したのか。誰かと聞いている。まだ何も知らないようだな。想像されたばかりか。ここは一つ試させてもらおう。そこそこに使えるか。どうやら味方ではないようだ。ならばどうする。オーディン様にあだなす敵、討伐する。その運命に終止符を打つ。
した。なぜヴァルキリーが私の邪魔をする？おかしなことを。むしろなぜヴァルキリーである貴様がそれを問う？どういうことだ？私の名はヒルド。貴様とはまたどこかで会うかもしれんな。わからないことを。オーディン様に敵対するなど。ヒルドだったか。見た目はヴァルキリーだが仲間ではなさそうだ。敵か味方かは関係ない。オーディン様の敵となる者は切り捨てるのみ。深海へ戻るぞ。わかった。
戦を制する。私を甘く見るな。オーディン様、地上界にてエインフェリアを獲得してまいりました。その際、黒い鎧のヴァルキリーらしき存在と遭遇、戦闘となりました。それでどうしたのだ。決着もつかぬ間に戦闘を離脱されてしまいました。オーディン様にあだなす敵ではないかと思い報告を。そうか、先の戦争で親族はことごとく滅びてしまったはず。何者かは分からぬが、敵と判断して間違いない。お前も気をつけるがいい。は、承知いたしました。世界の救済はお前の働きにかかっている。頼んだぞ、ヴァルキリー。お任せください、オーディン様。
その運命に終止符を打つ。知るがいい。我が使命により貴様らを浄化する。Yeah!
その運命は終止符を打つ。
ここがガルドバと呼ばれていた土地か。ガルドバは俺が生きていた時代に栄えていた国だ。貿易で富を築き、軍事国家としても名を轟かせていた。この有様ではあるが、かつての面影は残っている。観光くらいならできそうだ。観光？冗談だ。そんなに睨まないでくれ。我々の使命は世界救済だ。優先順位をたがえてはならない。わかるとも。何を優先とするかは常に肝に銘じている。その余裕のなさは少々危うさを感じるが、さて。これは木なのか。多数の魂が集まり、木の姿となっているようだ。ということは、これがナグルファルになるのか。ナグルファルやエインフェリアとは違う。滞留した魂がただ固まっているだけだ。消えた。浄化したのか。ああ。触っただけで浄化できるなら、アンデッドを倒すより随分楽だな。似たような気配を感じる。あたりを探すとしよう。好都合だな。
断りに従わぬ者よ。これはどういうことだ。何があった、バルキリー。この結婚歌だけなぜか読み取ることができないのだ。そんなことがあるのか。古くなりすぎて劣化でもしたか。わからないが、読み取れない以上はどうしようもない。いずれ読めるようになるかもしれない。気に留めておこう。終止符を打つ。タッチ、ショット、フェア、ワッツ、ナッツ、スペース、ッフッ、ショット、気を急ごう。
恐れる。断りに従わぬ者よ。その運命に終止符を打つ。Thank you.